はい、お疲れ様です、えー、今日は12月15日朝6時15分になりますけども相場解説をしますねえっ、ー、と FMC の発表があったみたいでえー、まあ前回ほど派手には動かなかったわけですけどもまあ大きな値動きがありましたそのことも込みでお話したいんですけども今年のね相場解説ですけどもやっぱりね26からの1週間と年が明けて6日までの1週間っていうのはあんまりリアルタイム相場解説してもね うんあんまり役に立たないんですよ。ですんで、えー、これだったらねあの、ないと思っていただいて、やるかもしれませんけども、ないと思って割り切っていただいてですね、FX の基礎固め、こちらの方にエネルギーを集中した方がいいと思います。えー、テクニカルをもう一回やり直すなり、事、ま、後、あ、解説をね、自分なりに1年間のやつしてみたりとか、さまざまやることはありますんで、常にリアルタイムからしか学ぶことがないってわけではないですからね。 ですんで、年末年始の1週間、おおむね2週間っていうのは、まあ相場解説をね、お送りしなくても、自分で考える時間に当てていただければと思います。別にサボるわけじゃなくてね、やってもね、多分ね、もう毎年のことなんで、もう7年目になると分かってくるんですけども、言うことがないんですよ。はっきり言って、寝動きがないんで。寝動きがあったにしても、特別な期間に寝動きがあったところで、別にテクニカルが動くわけじゃないしね、参考にならないと思います。まあそういう腹積もりでおってください。 はい。それで、今日なんですけども、三角形はね、パチッとできたと思います。ここにね、頂点にして。こんな感じで三角形は。もう完成したと思っていいでしょう。ちょっとこうずれてますけどもね。<laughs> はい。それで FOMC がありましたけども、どうでしょうかね。一日足を見ると、陰線しかできてません。だから FOMC の結果として、売りの方に進んだというふうに考えればいいんじゃないですか。デイリーではですよ。デイリーではです。じゃあ、4時間の方を見ていきましょう。ちょっと見方が変わってきます。 4時間見ていくと、この辺の寝、ね、動きですよね。特にこの大きな上下にヒーを出した要線が FOMC です。全体的には売りの方に傾いていたんですけども、この FOMC の発表の後、大きなね、上下ぶれがあったよってことです。このドラマは1時間と、それからもっと買い足でわかるようになっています。じゃあこれが1時間ですね。えー、FOMC の発表後、どんな発表があったかというとね、ちょっとね、紐解いていきますね。 えーと、EV 車規制ではなくて FRB、利上げ0.5に減速ということです。今まで0.75だったでしょ。それを0.5にしたわけなんですよ。だから予想通りということでございます。で、23年の見通しが5.1%に引き上げるよっていうことになると思いますね。まあ、それを受けてのこの値動きです。どうなかったかっていうと、えー、私はね、まあ、ダブルボトムなり、操作トップなりがあって、 どちらかというと、ソーサートップの方がテクニカル的には機能するなと思って、前回、オリガしヒの放送を上げましたけども、やっぱり材料があった後ってどうなるかわかんないんですよ、うん。で、ダブルボトムが作用したとは言いませんけども、まあ上の方向にガツンと向かったなっていうところはありましたね。で、それですぐに半値戻しが起きて、半値戻しの後で全値戻しが完成して、そして全値戻しの後の半値戻しがまたね、上の方に行ったってことなんで、上下にブレたんですよ。ドーンと突き上げて、 前年戻しがあってで、半値戻しがあってで、えー、今、安定に向かいつつあるかなってことです。とりあえず、材料の影響っていうのは去ったと思いますけどね。はい、じゃあ15分見てみましょうか。はい、こんな感じで、赤いのが出てますよね、これ。これがだから、FOMC の発表のダイレクトな影響です。そこから、あ半値戻しなり、前値戻しが一発あって、ここまで戻ってきたわけですよね。で、戻ってたと思ったら、またね、上の方に半値戻しがあって、ここにいると。 で半値戻しのボラティリティがだん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 ちっちゃくなっていくのはジメロリーですけどもだんだん落ち着いて収束に向かってるよっていうのは昨日もねお話したように材料があった時ってドーンとしたらだいたいね半値戻し全値戻しがあるわけなんですよで戻した後に戻した分の半値戻しとかがあってだんだんこう相場が落ち着いていって収束に向かうつまりはトライアングルができるよっていうことなんですよねこれちょっとねすごく平べったいトライアングルですけどもこんな形で うん、なんかね右側に伸びたやつじゃないんですよ。ということは収束がえらい早かったなってことなんですよ。これは前回の FRB の発表、ねえー、FOMC の予告みたいなのがありましたけどもそこでもう多くの方が覚悟ができていたとその時の値動きって5円くらい動きましたからねだから今回はそれに、まあ、あの吸収されて、うん、短期間で収束したってことじゃないですかですので今日はねテクニカルがまた戻ってくると思いますのでおおむね下の方に行くと思いますけどもこのトライアングル ですから、ペナントがブレイクして下の方に行くことをまあ念頭に置きながら見ていきましょうということでございます。じゃあまた後ほど追加しますのでご覧ください。